フィガロ、お前は私が変わったというが、私には南の魔法使いといるお前も変わったように見える。不自然にも、あるべき姿にも見えるが、先ほど、南の兄弟に祝福されるお前は幸福そうだった。それで十分なのだろう。 フィガロ様、お誕生日おめでとうございます。ミチルたちからのお祝いの後、もしお時間があれば、スノー様やホワイト様と一緒に北の国に行きませんか子供の頃、フィガロ様と遊んだ場所にプレゼントを用意してあるんです。フィガロ、そのすごい色の帽子は、あ、あれか。 賢者様の世界で誕生日の奴が被る三角帽子はは <laughs> 南の兄弟が作ってくれたのか。よく似合ってるよ。あんたたちが本当の家族みたいに遠慮がなくて、ふざけあえて、思い合ってるって伝わってきてさ。今日はフィガロの誕生日ですね。みちるがすごく張り切って準備をしながら、フィガロとの思い出話をたくさんするんです。 少しだけ羨ましくて、ムッとしてしまいそうになったのですが、ぐっと我慢しました。大切な人の大切な思い出は、僕も大事にしたいから。フィガロや、誕生日おめでとう。そなたが求めているものはおそらくとても単純で、難解なものじゃ。そなたがいつか、 それを掴み取ることができるのを願っておるよ。んなんじゃその顔は。我だってしんみりお祝いすることもあるぞ。フィガロや、誕生日おめでとう。すっかり南の優しいお医者さんが板についておるようじゃな。時折、そなたと過ごした昔を思い出して懐かしくなることもあるが。 そなたが望んだ道を、意志を、我らは尊重しておる。今日は特別に、我が酒をついでやろうな。フィガロ今日が誕生日らしいですね。そういえば、いくつになったんですかはあ三十代なんて、何千年前の話をして、<laughs> まあ、ちょっと、いきなり口を塞がないでくださいよ。ねえ、フィガロー。そんなのんきに祝われるなんて南の気質に馴染みすぎじゃない僕たちが恐ろしいプレゼントを用意するとか考えないわけまあ、お前は何やっても死ななそうだからやらないけど。 フィガロの誕生日通りで食堂が騒がしいわけだ。まったく、南の気質に染まったみてえにふぬけた顔しやがって。まあ、北のあいつらしく、尊大な態度でも、それはそれでムカつくけどな。うわ、こっち見た。フィガロ、随分レノックスと親しくなったようだな。 あなたへの誕生祝いの品をどうするか、レノックスに相談したら、僕からの品なら何でも喜ぶだろうと言っていた。<laughs> その驚いた顔。いや、笑ってすまない。フィガロ、誕生日おめでとう。普段言うタイミングがなかったが、魔法者に医者がいるってのはいいな。どんな怪我をしても。 あんたなら治せそうだフィガロ先生いつもシノの怪我を見てくれてありがとうございますあいつはいつだって無茶をするから先生がいなかったら今頃どうなっていたか俺からも日頃のお礼をあ確かお酒がお好きでしたよね心ばかりですがいいものを探しておきます 今日はフィガロの誕生日だから、好物のカルパッチョでも作ってやろうかと思って、新鮮な魚を市場で仕入れてきたんだ。なかなか作れるもんじゃないからさ。出すと喜んでくれて、少しだけ酒の進みも早くなるんだよな。今日は少しぐらい飲みすぎても、みちるも許してくれるだろう。お誕生日おめでとうございます、フィガロ様。 この間みちるに没収されたお酒を仕入れておきました飲む場所や保管する場所にはお気をつけてですが可愛いい生徒の手前ほどほどになさってくださいね忘れちゃってることもあったからフィガロに医学の話を教えてもらうの楽しかったさすが南の国の先生役で優しいお医者さん 俺もフィガロ先生って呼んでいいまあ、ダメでも呼んじゃうけど、フィガロ先生、誕生日おめでとう今日はフィガロの誕生日だね。ルチルとヒースから聞いたんだけど、フィガロも編み物に興味があるんだって。確かに、フィガロって器用だから、編み物も得意そうだよね。迷惑じゃなかったら。 今度おしゃべりをしながら、一緒に編み物をしてみたいな。フィガロ先生が社交界にいらっしゃったなら、優しいけれど甘すぎず、思わずその背中を追いかけたくなるような振る舞いで、皆の心をさらっていってしまうでしょうね。なぜなら、わ <laughs> かりました。 この話の続きは、パーティーの後の大人の時間にいたしましょう。お誕生日の乾杯のご挨拶。今回は、私に任されたんです。ほらほら、先生もグラスを持って。ごほん。それでは、フィガロ先生の健康を祈って。そして、私たちが子供の頃から変わらない。 先生の慈しみと愛情に感謝して、乾杯フィガロ先生、いや、フィガロ様、お誕生日おめでとうございます。最近あなたに対して少し無遠慮になりすぎていたところがあったかなと少し反省して、改まった言い方をしてみたのですが。 いい心がけ、うん、やっぱりフィガロ先生が調子に乗りそうなのでやめようかな。フィガロ先生、お誕生日おめでとうございます。兄様とレノさんと一緒に特製の燻製チーズを作ってきたんです。香り付けの木は僕が集めました。 フィガロ先生と薬草探しをしていた時に好きだと言っていた木の香りなので味だけじゃなくて香りも自信作です誕生日なんてこれから先も何度でも訪れるありふれた日だと思っていた時もあったけど最近少し考え方が変わったんだ何事にも永遠なんてない こうやって誕生日を迎えられるのは奇跡のようなことなのかもしれないって <laughs> ちょっと締めっぽすぎるかな俺のことをすごく考えて作ってくれたのが伝わってくるよ。 ありがとう。これをもって、賢者様とお出かけできるなんて、俺は幸せ者だね。